行き詰まっていた幻影種殲滅への打開策を過去の世界に見出したヘイズは、小玉たちを伴いクロノスの柱を調査していた。しかし過去に戻る手がかりを握るエルナトはクロノスの柱が発する光の中へ飛び込み消えてしまったのだった。エルナト、どうして？児玉はエルナトを追ってクロノスの柱に触れた。しかし、なんだよこれ、ただの石の柱になっちまってる。くそ、なんでだよ。ヘイズ様、さっき見た湧き上がるような光の動きは俺が未来に飛ばされた時と同じでした。エルナトは時間を移動したのではありませんか？ああ、あの子はおそらく過去へ行ったのだろう。なんでエルナトが？何がどうなってるの？説明してもらおうぜ。なあ、アグラードさん。なんでさっき邪魔したんだよ。わけのわからない状況だった。止めるに決まっているだろう。けど、さっき俺が柱に触れた時は止めなかったよね。もう何も起きないって知ってたんじゃない？アグラード、知っているなら話しなさい。アグラード、なぜ黙っているの？隠し立てはいたしません。ですが、全てを話すには今しばらく時間をいただきたい。まずは私を王都へ連れて行ってください。それでは疑いが深まるばかりでしょう。申し開きなら今すぐ。これ以上はお答えできません。もうよい、リヴァンナ。アグラードを連れて王都へ戻るぞ。王都イザベルに戻ったものの、アグラードは沈黙を守ったまま話し出す様子はなかった。ヘイズはアグラードを軟禁した後、エルナトと交わしたやりとりを児玉たちに明かした。そうですか。では過去に戻る手段を知るのはエルナトだけなのですね。ああ、だがエルナトも記憶を取り戻したばかりで、自分の記憶に半信半疑の様子でな。今回の調査では確認するだけの予定だった。なのにあの子は一人で行ってしまった。エルナト、本当に過去に行けたとして何する気を？一人で世界を救えるわけないのに。一人で救える方法ってのを見つけたのかもしれないな。それもとびきり危険な手段だと思う。だから俺たちはヘイズ様を巻き込まないために単独行動に走ったんだよ。児玉、何か知ってるの？いや、俺がエルナトだったらって考えただけ。あのエルナトがヘイズ様を騙し討ちする理由なんてそれ以外考えつかないんだよ。じゃあアグラードもきっと。それはあなた方の推測に過ぎませんね。そもそもクロノスの柱を操れるなんて普通の人間とは思えません。彼女は一体何者なんです？ヘイズ様は何かご存知なのでは？エルナトは確かに普通の人間とは違う。あの子は過去の伝承にあった強制なのかもしれない。強制？そう、そうだ。今から50年ほど前のことになるな。ヘイズによると、初めて出会った時のエルナトはおとぎ話に出てくる妖精のような姿をしていたという。保護した後は数十年にわたり眠り続け、ある日突然今の姿に変化して目覚めたというのだ。あまりに特殊な存在だったのでな。目覚めてからは私のそば近くに置くようにしていた。50年前。先ほども言ったが、私も本物の強制を見たことはない。断定はできないが。バルド、何を書いている？発見時のエルナトさんはこのような姿ではありませんでしたか？
鍵？強制です。なあ、絵の才はないと主からも言われておりますので、どうかお気遣いなく。背中に羽が生えた姿は似ているな。うん。だとしたら、彼女のマスターとなる鏡師がいるはずです。しかし、鏡師はすでについえているのだぞ。あの生体はいくつって鏡師の？強制は主と命を共にする存在です。鏡師が死ねば強制も生きてはいません。ハズレか。あの鏡師と関係あるなら祭壇前でエルナトがおかしくなったのも説明がつくと思ったのにな。おそらくイクスさんの遺体が残してあるのはこの世界からバロールの血を絶やしてはならないとの言い伝えを。まさかエルナトの主は心当たりがあるの？ええ、主の実体がなくてもこの世に存在しうる強制がいます。その理屈については私もよく知らないのですが、バロールの強制ルグなら主がいなくとも。ルグって遥か昔にあなたを襲った強制よね。エルナトがルグだというのか。思い出した。カンナギになる前と抵抗し続けた私の前に光と共に現れた声の主、ルグ。そうだ、あの姿は。間違いない、強制ルグにはエルナトさんの面影があった。はあ、見える。ルグに抗っている私が。なぜ私が見ている。左目が。バルドさん、それじゃあ私、バルドさんが起きるまで付き添ってますね。ああ、頼む。バルドの精神はかなり不安定なようですね。うむ、これ以上は刺激すまい。エルナトについては他に情報を得る手段もある。アグラードですね。私が責任を持って尋問をします。それなんですけど、俺とセイリオスに任せてもらえませんか？俺たちでか。ああ、頼むぜセイリオス先生。で、ヘイズ様とリワンナさんは？アグラードの尋問を開始した子供たちはエルナトがルグであることを話すと、何を隠しているのか問いただした。このままだとリワンナ様へも疑惑の目が向くことになるんですよ。何度も言っただろう、話はする。だがまだその時ではない。その時ね。じゃあ俺の推理を先に聞いてもらおうかな。当たってたら飯をおごってくださいね。エルナトが過去に行ったんなら目的は共栄店の操縦、エネルギー回収だと思う。で、集めた力をこの時代に持って帰ってアスガルドを破壊する。どうかな、当たってます？さあな、なぜそう思う？エルナトは過去を変えることを極端に嫌がってた。となるとヘイズ様が渋ってたこの方法しかない。ハズレだと言ったら？え、マジで？だとするとヘイズ様やリワンナさんに謝らなきゃ。そうだな、エルナトが戻ってくる想定でお二人はアスガルドに向かった。とんだ無駄足を踏ませちまったよ。な、アスガルドだと？すぐに連れ戻せ。いつ破壊されるかわからんのだぞ。なんだよ、やっぱり当たってんじゃん。言ってる場合か。二人はいつ立った？落ち着いてくださいよ。エルナトはヘイズ様を巻き込んだりしません。
すぐに破壊なんてするわけないって。エルナト、エルナト。焦った様子のアグラードは懐から一枚の鏡を取り出すと、その鏡に呼びかけた。返事はないな。まだ間に合うか。ここから出せ。二人を助けに行く。今のはどういうことです。理由を教えてくれるなら俺の責任で解放してもいい。エルナトはもうここには戻らない。過去の世界で宗樹のエネルギーを集めた後、そのままこの鏡、生体の魔境に潜み続け、現代まで時を待つ手はずだ。そしてアスガルドと共に自爆する。自爆？俺はエルナトに頼まれてアスガルドから人払いをするためにこの世界に残った。さあ話したぞ。解放しろ。リワンナを安全な場所へ連れ戻す。アグラード、リワンナ、お前アスガルドに行ったんじゃ。いいえ、その、なるほど。俺は一杯食わされたわけだな、児玉。食わすのはアグラードさんの方でしょ。俺の推理当たったんだから、ちゃんとおごってくださいね。アグラード、話は聞かせてもらったぞ。ヘイズ様、申し訳ございません。詫びは後でよい。今は私の質問に答えてほしい。エルナトはどうやって過去に戻った？強制ルグは精霊クロノスの力を借りることができるそうです。だからクロノスの柱を自在に操れると。ではあの子がいなければもうクロノスの柱は動かぬのか？いいえ、あの時はエルナトが動きを止めましたが、今も彼女が向かった過去へつながっております。柱の動きを止める方が負担が大きいのだとか。では今ならエルナトを追うことができるのだな。やはりアスガルドの破壊はエルナトの犠牲は承知できませんか？少なくともこのような親孝行は願い下げだ。エルナトは連れ戻す。ヘイズ様、俺にエルナト追跡を許可してください。児玉、過去に行くという意味が分かっているのか？今の状況では戻れぬかもしれぬぞ。エルナトと捕まえて一緒に戻ればいいんですよ。そうだな。ならば私も共に行こう。国王自ら赴かれるには危険が過ぎます。児玉には俺がついていきますから、ご安心を。問題ない。私が王都を開けることなど頻繁にやる。留守を預かる優秀な大臣たちや研究者も控えている。そうでなければ王を自ら戦の陣頭になど立てるものか。あの子だって私の言うことならば耳を貸してくれる可能性がある。それはまあその通りですけど。何にしろエルナトをとっ捕まえて一緒に戻ればいいだけだろ。承知しました。すまないエルナト、だがまだ。ねえアグラード、どうしてエルナトに協力したの？いつから二人はそんな話を？最近です。幻影師の駆逐は不可能だと気づいて絶望したあの日、エルナトから声をかけられました。突飛な話でしたが、確かにエルナトの力があればイデアに影響を与えることなくアスガルドを消滅できると思いました。イデアの人々を救うためにも幻影種が増える一方のアスガルドなど消してしまうのが確実です。やっぱりお兄様はお姉様を奪った幻影種とアスガルドずっと憎んでいる。ギムレーの騎士たちはどうする気だったの？いつでも撤退できるようにタイの者に命じて密かに準備を進めておりました。勝手な振る舞いはどうかお許しを。ですがもしもエルナトの計画が遂行されれば、我々は全てのしがらみから解放されます。これ以上ギムレイの血を流すこともなくなる。私はまだ望みを捨ててはいません。
お兄様。過去へ戻る方法を知った児玉たちはアイリスにも伝えるべくバルドの休む部屋を訪れた。話を聞いたアイリスは過去行きを志願し、目を覚ましていたバルドも共に児玉たちの報告を聞いていたが、お願いします、私も同行させてください。そなたは疲弊している、ここで養生しながら待つがよい。我が主を救えるこの機会になぜ休んでいられましょう。それが一番の問題だ。そなたが共に行けば主愛しさゆえに過去を大きく改変する危険がある。否定できまい。すまぬが分かっておくれ。幻影種が発生したと伝わる虹の夜からほどなく、アスガルドは、ティルナノーグの人々は幻影種によって全滅するのでしょう。そうだな、私たちの時代ではそう伝えられている。ならば我が主たちをこの時代に連れてくることで過去の悲劇から救い出します。これなら過去の大きな改変にはならないでしょう。たった二人が死ぬか消えるかだけの違いですから。どうかな、助けられると思ったら他の人にまで手を伸ばしたくなるんじゃないの。まあよい、バルドの動向を許そう。ヘイズ様、よくにあっさり。ありがとうございます。死を待つばかりのゆりかごに主を置き去りにはできませんから。ゆりかご、そういえば古きティルナノーグにはダーナのゆりかごとの呼び名もあったとか。ええ、ですが私にとっては今や死のゆりかごです。必ずウォーデン様とメルクリア様を救い出さねば。ヘイズは児玉、セイリオス、アイリスを正式にタナトス隊に任命。エルナと追跡にはリワンナとバルドを加えた6名で当たることとなった。一行はそれぞれに準備を整え、クロノスの柱の前に集結した。しかしどうやってエルナ島を探そうかね。同じ時代には行けても居場所まで突き止めるのは難しいだろう。探すんじゃなくておびき寄せたらどうかな。あいつの目的は共栄店の掃除だろ。そいつを俺たちが先にいただいちまえばこっちに接触せざるを得なくなる。おいおい、悪人みたいな言いざまだな。ヘイズ様、共栄店の人たちって掃除を取られて平気なんでしょうか。取り出すだけならな、壊したりしなければ本体への影響はない。そうなんですね、よかった。ではエルナ島を捕らえた暁には掃除を再び共栄店に戻せばいいのですね。まあそういうことだが、我々が先に回収するとして共栄店たちに協力してもらえるだろうか。そうですね、影響はないと言っても積み重ねてきた思い出という力を他人に貸し与えることになりますから。俺は協力を求めるなんて言ってませんよ、さっさと奪っちまえばいいんだから。何言ってんの、そんなのひどすぎるでしょ。共栄店の人たちは敵じゃないんだよ。敵だと思ってもらった方が後々苦しまなくて済むと思うよ。よい、児玉の案を採用する。ひとまずは少々強引な手を使ってでも集めていこう。その方がエルナトの耳にも入りやすくなるだろうからな。承知しました。だから奪うか、まったく児玉は。セイリオスたちは無理しなくていいよ、俺がガンガン悪役ムーブかましてくから。それともう一つ、これは私とリワンナの推測だが、過去でも
すでに幻影種が発生している可能性がある。それらの掃除も回収するつもりだ。皆にも掃除回収用の幻想灯をいくつか用意してあるが、いざという時はバルドの幻想灯と同様、幻影種をおびき出す手段として使ってみるといい。では早速過去へ、ゆりかごの世界へ向かうとしよう。まずは小玉からだったな。そしてティルナ農具に現れた小玉たちはイクスたちに出会うこととなる。さて、次はどっちの掃除をもらおうかな。どんな味がするか楽しみだ。待ってくれ。動くな、おとなしくしていろ。君たちは未来から来たのか。未来って？さっき意識を失いかけた時にバロールが教えてくれたんだ。バロール？君たちが何をしようとしているか教えてくれないか。理由があるんだろう。ねえ、もうこんなことしなくていいんじゃない？話を聞いてくれるって言ってるんだよ。ええ、イクスさんには全てを話しましょう。それにバロールの声も聞こえているようです。好都合ではありませんか。お前らちょろすぎだって。簡単にほなされるなよ。セイリウス、イクスを解放してやれ。小玉はこちらへ。ヘイズは呼び寄せた小玉の耳元でそっと囁いた。小玉は賢いな。だがどの道誰かが苦しむことになるのは変わらぬ。この時代のものか、あるいはアイリスたちのどちらかがな。お前の優しさは相手の責任まで奪ってしまう。それはいけない。今はエルナトを止めるためにも甘んじて茨の道を進むべきなのではないか。責任を奪う、それは。これは命令だ。良いな、児玉。鏡師イクス、いきなり襲いかかる真似をして申し訳ありません。少し長くなるけれど、俺たちがここに来た経緯を説明させてください。ああ、もちろんだ。